こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。今回は前回プロツアーの24を必死こいてクリアしたら、唐突にエンディングが始まり、ウプ主大興奮していたよな。そうね、見ていてこっちが恥ずかしくなるくらい興奮していたわ。もう気持ち悪いくらいだったわ。ウプ主、その後はしばらく抜け殻のようになっていたぜ。極める、バーンアウト症候群ね。そうなんだ、ウプ主は燃え尽きていたぜ。それで、ウプ主、やっと回復したの？なんとかな。じゃ、今回は何するのかな？今回はだな。おいおい、なんとか言いなさいよ。また、ウプ主が面に見とれていたぜ。だと思ったわ。で、何するん？エンディングの後のプロツアーの続きだ。エンディング後のプロツアー25からは、デュエル戦みたいに1対1で、また同じコースを通常の回り方と逆に回る2戦で、どちらも当たり前だが勝たないとあかん。で、出てくる相手がクラスなんちゃらなんてカテゴリーじゃなく、スペシャルってカテゴリーだぜ。スペシャル。一発目は、アホみたいに速いハイジャックってトラックだぞ。相変わらず、ウプ主はいつもの車ね。もう、バーチャファイターのパイ状態だな。なるほど。始まるぜ。ここって、プロツアー24最終戦と同じコースね。そうなんだ。ウプ主は何回も走ったから、コースは覚えているぜ。この、クラス6のカラーリングにも慣れたわ。お、ほんまにトラックやん。ウィングついてる。いきなりギャンと見えなくならないのね。てか、ウプ主にトロ溜まってないのに普通に抜いたぜ。トラックだから出足が遅いの？そうかもしれんが、ナムコの演出かもしれんな。ミラージェ、どんどん小さくなっていくわ。まあ、このままウプ主のぶっちぎりはないだろうな。全然追いついてこないわねー。ウプ主、とりあえずにトロを溜めまくる。ま、今少し引き離したところで、反則みたいに抜かれるだろうがな。そうね、このままはないでしょうね。もうすぐ最終コーナーだぜ。ここね、最終コーナーね、もう覚えたわ。通常周りは最終コーナーからフィニッシュラインまでが長いんだよな。あ、ミラーに小さく映ったわ。まずは、ウプ主にトロを溜めながら生還だな。来たわよ来たわよ。1コーナーで抜いていったな。ま、想定内だぜ。ここで、試しに、ウプ主にトロを使ってみる。あ、前に出れた。抜き返された。後ろから当たって前に出たんだな。ウプ主、後先考えずにトロを使う。でも、追いつけもしない。ニトロの無駄遣いね。ウプ主、気を取り直してニトロを貯めるぜ。もう、2周目の最終コーナーだわ。直線なんて、ウプ主にトロを使う。お、並んで、抜いたわ。また抜かれるんだろう。あら、ほんと抜かれたわ。やっぱり勝負は最終週の最終コーナー後の直線だな。あ、ウプ主にトロ使った。ドリフトとの合わせ技で抜いたな。はい、すぐに抜き返されます。このままだと追いつけないかもしれないので、ウプ主、ニトロで距離を詰めるぜ。距離が詰まったわ。次の最終コーナーでニトロを貯めて、直線勝負だろうな。フィニッシュラインまで長いから抜いても抜き返されない。ウプ主、ニトロで前に出たぞ。おお、ウプ主持ちこたえたわ。ミラー見たら、ギリギリだったぜ。リプレイではもっとヒヤヒヤでしょうね。だろうな。はよ走り出せや。動いた。ウプ主、すぐ抜くんだよな。やっぱり、動き出しはトラック遅い？ウプ主、どんどん離すぜ。ま、今だけだけどね。ウプ主も、このまま逃げ切れるとは思っていないがな。結構な勢いで迫ってきているわね。来てるぞ。ウプ主、気持ちよさげにドリフトしてるぜ。
最終コーナーをドリフト。長い最終ストレートだぜ。来た来た。もう、こんな近くにいるわ。うく主、1コーナーをドリフト中に簡単に抜かれる。まだ2周目だからね。うく主、ニトロで抜き返すも、当てられて、あえなく一瞬で抜かれる。まだ2周目だからね。霊夢、そればっかり言ってるな。離されるぞ。2周目の最終コーナーね。ウプ主は必要以上のドリフトでニトロを貯めるぜ。ウプ主の挙動が切れてるわ。追い越しだな。今度はストレートの間に抜かれてるやん。最終ラップなんて、相手もスペシャルの本領発揮だな。もう、6つ抜かれすってやつね。さすがスペシャルだけあって、すぐ離されるなぁ。次最終コーナーよ、ウプ主、大丈夫？ウプ主、ひたすらニトロ温存し最終コーナーで。さらに貯めて。ニトロで並ぶ。前に出た。ギリギリ勝ったぜ。おお、フィニッシュライン通過したらすぐ。勢いで抜き返されてたわね。そうだな、ほんとギリギリだったぜ。次行くぜ。今度は反対回りね。そうだぜ。ま、コーナーを全部反対にドリフトすればいいんだが。今度はさっきの1コーナーが最終コーナーになるから。最終コーナーを立ち上がればすぐフィニッシュラインだ。ってことは最終ラップでストレートで抜く。なんてことができないわね。そうなんだぜ。スタートではさっきと同じように前に出られるのね。そういう仕様だな。長いストレートで、やっと1コーナーだぜ。ウプ主、とりあえずニトロを貯める。また、でも足も出ないような抜き方をされるんでしょうね。されるよな、まだ1周目だし。まだ来ない？お、ミラーに映ったぞ。一周目は抜かれないのかな？この最終コーナーの一つ前と最終コーナーは、大きい一つのコーナーとしてドリフトするべきだな。お、知らんうちに近くにいるわ。ウプ主、ビビってストレートでニトロを使うぜ。そのせいか？まだ抜かれていないぜ。なんか、不気味ね。ミラーには映っているんだがな。近づいてきたわよ。いきなり速くなったぞ、ニトロ使ったか？ウプ主、ブロックして追突されたな。右から前に出られたわ。ウプ主、ニトロを使って抜き返し、引き離す。おお、ミラーに映らなくなったわ。ウプ主、最終複合コーナーでニトロを貯めるぜ。もう、最終ラップに入るわよ。ストレートでまたすごい勢いできたわよ。こりゃ、追いつかれるな。ウプ主、ここまで来たら逃げ切るためにニトロを使う。1コーナーのドリフトで、勝った分貯める。まだ近づいてきてるわよ。最終ラップも、あと半周だしな。来るわ。ウプ主、またブロックして追突される。今度は完全に前に出られるも、ウプ主ニトロを使う。ニトロとドリフトで抜き返したわ。最終ラップの最終複合コーナーだ。コーナーを立ち上がると、フィニッシュラインだぞ。ウプ主、何してもいいから耐えなさい。勝ったわ。ニトロ一本で勝ったな。今回もギリギリね。リプレイで見るともっとギリギリなんだろう。そういや霊夢、音楽聴いてたか？ああ、耳には入ってたけど、あんまり印象に残らないわね。そういう音楽こそ、BGM にふさわしいんだろうな。音楽があんまり主張していなかった、かな？そうだな、ま、トラックの騒音が大きかったのもあるが。通常周りはボーカルというか、スキャットが入っていたわね。
何か女性の声が聞こえたな。それに比べ、今の反対回りは、なんというか、BGM に徹してやってますって感じかな。どちらも、ウプ主世代には違和感ない曲調だぜ。そんな感じよね。それで、一周目は抜かれないんだが、リプレイで見ると結構近くをついてきてたんだな。そうね、もっと話していると思っていたわ。最終複合コーナーなんて、すぐ後ろにいるぜ。もう、抜かれかけね。ウプ主は、ニトロを使って抜かれなかったんだな。トラックはいつでも抜けるけど、手加減してる感じね。そうだよな。でっかいトラックをコンピューターは綺麗にドリフトさせるな。そうね。トラックのこの映り方、怖いわ。ウプ主、必死でブロックしてるな。泣けるブロックだわ。その甲斐あって、ウプ主、引き離したな。2周目の最終複合コーナーでは、まあまあ話しているな。すぐ追いつかれそうね。ほんと手加減されてる感じだが、ウプ主、一位を必死で守るぜ。確かにトラック、綺麗なドリフトだわ。もう、すぐ後ろにずっと疲れてるよな。また、ウプ主ブロックしたが、前に出られた。もう、最終ラップだからねー。ウプ主、ニトロでなんとか抜き返す。ほとんど並んでいるわ。最終複合コーナーなんか、どっちが前かわからんぜ。ウプ主、ニトロでギリギリ勝ったわね。フィニッシュライン上じゃ少しノーズが前だったくらいの差だな。ということで、プロツアー25、ハイジャックをクリアしたわけだ。やったわね。あのコースはフィニッシュラインの位置が味噌だな。で、ハイジャックを獲得したぜ。あら、クイーンでデリバリーされるのね。マヌコの楽しい演出、好きだぜ。よく見ると、意外とかっこいい。クイーンズの規定の取り回しが面白いわ。最高速度は382キロだぜ。それでだ、こんな面白げな車をもらうと、自分で運転ってか操作してみたいのが、ウプ主の差がなんで。デュエルモードで使ってみることにしたのね。走り慣れた、シーサイドルート765が、コースも覚えているし、他の車との比較になると思ったが、ウプ主は、ワインディングは苦手な直線番長に思えてやめた。ウプ主、戻る、を選択肢出したわ。それで、さっきみたいなオーバルっぽいコースを探すぜ。ウプ主がたどり着いたのが、エクストリームオーバルだ。さっき以上にオーバルね。柱なわからんが、ドリフト一回やるかってコースだぜ。このトラックにはちょうどいいかもね。どうかな？ベーシックツアーのクラス1で走らされたが、速度が遅いとドリフトせずに周回できる。一箇所とんがったコーナーで無理やりドリフトしてニトロ貯めたな。この車は速度が速いからねー。どんな走りになるんだろうな。始まった。いつもながらの DJ 風のスタート前の喋り、好きだわ。リッチレーサーっぽい、てか、ナムコっぽいな。ヘッドライト周りが今っぽいな。めっちゃ盛り上がってるやん。スタートの時は、全くニトロが溜まっていないんだな。ま、ウプ主もスタートには期待していない。ウプ主、デュアルセンスのスロットルトリガー奥まで押し込んでるぜ。デュエルは全開じゃないのか？追いついてきた？インから抜けそうと思って入ったら、当たった。当たった拍子に滑ってニトロが少し溜まって。一瞬前に出て、すぐ抜かれて、また前に出たな。ニトロが溜まってきているけど、ドリフトじゃなく、まっすぐ走れないのね。扱いにくいトラックだぜ。最終コーナーね。コーナーで373キロ出てるぞ。アホやん。ストレートでやっと、まっすぐ走るようになったぜ。あ、飛行機。2周目の1コーナーだが、ウプ主、ドリフトなんかしていない。シャーシが完全にパワーに負けていて、コントロールするのに必死だぜ。ウプ主、なんとなく慣れてきた？次のコーナーはどうかな？落ち
ついてきたみたいだな。そうね、やっと、うつ主なれたみたいね。あ、2周はヘリコプター。今ならドローンだな。1コーナーはちょっと乱れる。おかげで、もう少しでニトロ3つ溜まりそう。直線でも、まだ蛇行するな。これはドリフトさせたのか乱れたのかようわからん。はい、ニトロ3つ溜まったわ。てか、1周目で抜いたジュエルは？あ、忘れてた。それにニトロも1回も使ってないわ。勝ったぜ。なんか知らないうちに勝っていた感じね。ニトロなんか使わず、ジュエルを置き去りにしたな。リプレイ始まってたぜ。やっぱり、スペシャルは早いんだね。スタートはこんな感じで、ゆっくりなんだけどな。すぐに速くなるのよね。そうなんだよな、もうすぐ追いつくぜ。追いついたわ。何周指定しとんねん。うつ主、必死に格闘してるのね。糸も簡単に抜く。で、うつ主、デュアルセンスと格闘しながら。ニトロを1回も使わず、余裕で勝つんだよな。もう、これからデュエルとは絡まないもんね。まだ、ジュエルは追いつけそうな位置につけてるんだがな。やっぱり、うつ主が選んだ、オーバルっぽいコースに、合ってたんだね。そうだな、ワインディングなんか、とてもじゃないが、まともに走れんだろうな。だよね。ニトロを使わず、ただ全開で走っているだけで、もう、ジュエルを結構引き離したぜ。ところで、マリサ、音楽聴いてる？そういや、うつ主の必死の操縦のせいで。聴いてなかったな、てか、鳴ってる？地味になってるわよ。このコースはリッチレーサーにしては地味だな。うん、地味ね、いいけど。だんだんトラックがかっこよく見えてくるぜ。私もよ。もう、ジュエルをかなり離したな。いつもドライバー視点ではかなり離したつもりでも、リプレイで見たら近くまでデュエルが迫ってるのにね。ってことで、あっけなく勝つんだな。コースのせいもあると思うが、うつ主は、そう言われるのが嫌で、無謀にも、ワインディングでもデュエルと戦うことにするんだぜ。うつ主、アホやな。それで、いつものシーサイドルート765でやるの？それがだなぁ、さらに無謀なことに。うつ主、なぜか妙に自信をつけている。ダウンタウンレイブシティを選んだぜ。ほんまにアホや。あのコースは常に左右にドリフトしまくりよ。そうなんだ、うつ主、あのトラックでやるつもりか？いつもの車みたいにはドリフトしないわよ。直線はうまく制御できれば早いんだろうがな。まあ、いいわ、うつ主頑張りなさい。もう引く、ローディングだぜ。うつ主、大好き、夜のコースね。ここはコースを暗記していないと絶対まともに走れないぜ。そうね。うるさい音のトラックだぜ。うつ主、一周目なんかめちゃくちゃだろうね。うつ主、トラックで細かいコーナーを曲がったことないしな。始まったぞ、最初は曲がりながらの上り坂だぜ。まあ、予想通りの始まりね。全くデュエルに追いつく気配もないわ。ニトロも空だし、この直線では無理だな。おおって、ジャンプ中に前に出たやん。うつ主、S 字のコーナーで必死でドリフトさせてるぞ。直線になっても動きが収まらんぞ、まっすぐ走らない。やっとまっすぐになった途端、抜かれたわね。そや、あれだけ無駄な挙動をしていや、抜かれるな。トンネルの中なんてニトロ使いまくりなのに。まだ、溜まっていないわ。やっと溜まって、ビビりながらうつ主ニトロを使う。直線じゃないと怖くてニトロを使えないんだな。もう、ジュエルは待ってくれている感じね。だな。
トンネル出るぞ。ニトロが溜まっていれば、抜けそうね。うぷ主、最終コーナーでドリフトするぜ。さっきよりはうまくできたわね。慣れたか？偶然か？おお、最終ストレートでニトロなしで抜いたぜ。ドリフトしてるけど、完成ドリフトっぽいな。このまま逃げ切りはないでしょうね。おおって、ジャンプしても1位のままだぜ。一周目から気になっていたんだが、この S 字の最中に反対車線の掲示板に、永瀬玲子の足が見えてたんだ。もう、うつ主変態、実況しなさい。結構ニトロ溜まったから、うつ主ニトロを使う。いい感じね。永瀬玲子、って、うつ主、ライブトラックのドリフトのコツを掴んだようだな。抜かれないわね。さらに、うつ主ニトロを使う。423kg出てたわよ。トンネル出るけど、まだ抜かれないな。最終ストレートが怖いわね。最終コーナーでドリフトして、ニトロ2つ貯めるぜ。うぷ主、焦って最終ストレートに入る前に、ニトロを使うもんで、ストレートをまっすぐ走らない。そんなアホなことしてるから抜かれたやん。最終ラップよ。すぐそこにいるんだがな。もうちょっと、ニトロを貯めたいな。はっはぁ、とジャンプして、着地で1位になってるわ。うぷ主がトラックの S 字コーナーのドリフトが上手くなったせいで、永瀬玲子が見えにくくなったぞ。無視、トンネル前の直線もまっすぐ走ってるわ。トンネル内ではドリフトしまくり。うぷ主、ニトロを使って逃げにかかるか。離せた？ミラーには映るな。来た来た、うぷ主ニトロを使うも、抜かれたぜ。もうすぐトンネル出口よ。うぷ主、何も考えずニトロを使って抜くぜ。1位でトンネル出たわ。うぷ主、必死でニトロを貯めるぜ。最終コーナーでドリフトしても、ニトロが使えない。最終ストレートはニトロ使えないぜ。いけるか？勝ったわ。やったな。デュエルに勝って、うぷ主が調子に乗っているには、ハイジャックもワインディングいけるでー、だと。変態うぷ主、S 字で永瀬玲子の足ばっかり見てたくせに。リプレイ、始まるわよ。このトラックの特性なんだろうが、走り出しはゆっくりだぜ。やっぱり、この音楽はいいよな。そうよね。なんて言ってたら、ジャンプだぜ。ジャンプ中に抜くんだよね。一周目の S 字は困難だったんだな。反対向いてるし。トンネル前の直線になっても進行方向向いてないし。困難してや、抜かれるわな。しゃあないな。ドリフトしている姿はかっこいいな。このアングル、好きだわ。うぷ主、ちょっとは慣れたか？私も、トラックがかっこよく見えてきたわ。すぐ前に見えてるわ。この景色も好きよ。この時は、うぷ主、ニトロ溜まってないんだよな。ここも好きよ。結局、うぷ主、ニトロが使えないまま、リプレイじゃゆっくりに見えるが、最終ストレートで、すごい速度で抜くんだよな。おお、かっこいいわ。まあまあ引き離したな。今はね、安心してジャンプだぜ。1位で着地。うぷ主、ドリフトだいぶ慣れてきたな。ま、トンネル前の直線であさっての方向向いてるが。一周目よりはマシね。すぐ、後ろにおるやん。逃げろ逃げろ。
してるわよ。うぶ主、なんかかっこいいぞ。まだ、来てるわよ。うぶ主、ひたすら逃げる。まだ、ついてくるわよ。トンネル出るぞ。もうすぐ最終コーナーよ。うぶ主、最終コーナーを抜ける前に焦って。ニトロ使っちゃうんだよな。そのせいで最終ストレートで挙動がめちゃくちゃになってしまう。その間に普通に抜かれちゃうのよね。そうなんですー。結局、いつもの最終ラップで勝負ね。このトラック、速度が乗るとストレートでは異常に速いんだよな。ほとんど前と距離なしでジャンプね。ギリギリ前で着地し、斜めに被せる。S 字のドリフトもいい感じになったぞ。トンネル前の曲線もまっすぐ走るぜ。うぶ主、3周かかったわね。うぶ主、ここまで来たら逃げ切ることしか考えない。でも、すぐ後ろにいるわ。あ、来た来た。うぶ主、派手にドリフトしている間に、また普通に抜かれる。うぶ主、今度はストレートまで我慢して最後のニトロを使う。抜いて、そのままトンネルを出る。わざとドリフトさせてニトロを貯める。でも、最終コーナーでドリフトさせてもたまらないのよね。うぶ主、ニトロなしで、この距離だぜ。下りもあってか？直線勝負で勝ったぞ。よかった、よかった。ああ、今回は疲れたぜ。多かったしね。ご視聴していただいた皆様方、お疲れ様でした。長くなったんで、そろそろ終わろう。そうしましょう。何？この画面。エンディングを見て終わるんだぜ。今回は、ワールドツアーのプライズから、いつでも見れるぜ。うぶ主の気が済まないのね。当然だぜ。出た。何か言いましょうよ。あかん、あかん、これではあかん。え？何が？うぶ主的には、簡単に見られるのはあかんらしい。なんで？レースに勝って、突然現れる感動がないとあかんらしいぜ。はぁ？うぶ主は変態だから、私らには理解不能だぜ。なので、こっちで行くぜ。まあ、うぶ主の言いたいことはわからんではないわ。うぶ主は、これで満足なのね。そうらしい。では、ご挨拶をしよう。最後までお付き合いしていただいた皆様方、お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストがございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様、大変お忙しいところ、ご視聴いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。To fight! Game over!